おい、カウントダウンお願いします。お願いします。寝なくていい世界。おお、慎重派、それともライター派。慎重派。おお、俺強えと思う時は、筋トレしてパンプアップしてる。最近マジで。あなたに対する小声どうすればいいの。うせえ。あなたの髪に見つけた長い髪の毛誰の。俺の陰毛かな。だいぶ長えな。今日一番の決め顔を見せて。あ、無だ。だから中身がなくなってしまった。はい、次行って。今日一番の困り顔を見せて。あー、鼻じまゆげいいですね。あなたにとっての勇者とは。勇者とは、村西徹さんですかね。ナイスですね。甘えていい。ダメ。あ、やっぱ甘えに来て。そっちの方が好きです。なるほど。おいおいおい、興奮するな。いつも寝る前に何してるの。筋トレ。座右の銘は諸行無常。以上でございます。対象物どんな女。確かにあんま対象考えてなかったですけど、いや、あの勇者がイコール村西徹村西、まあ今ね全裸監督で今再び皆さんの目に触れることになりましたが、本当もうドハマりしちゃってんですよね。全裸監督、全裸監督面白かったもんね。いや面白いですよ、あれは。本当に面白い。とりあえずみんな真似するもんね。そうですね。お待たせしましたって。みんなあれしたくなって。伝わってるんですかね、でも村西徹さんは。いやね、あの、うん、見れる年齢の方はね、ぜひ見てください。ね、見れない年齢の方もいらっしゃいます。危ない危ない。軽はずみなこと。